結局これパッと見た時にどこら辺に何が飛んだかというのはこれで分かるんだけど、まあいいように全部一応飛んでます。で、ゼロのところはないのが関東、北関東、東北、もうしょうがないそうです。で、木下幸太さんが、プロジェクトチームで全部ガッチャコッチャ依頼になったところ、すごいこと細かに東京とかが中心だったけど、測って歩かれてます。で、その他の方でも、測って歩いてる方もいるし、矢崎先生も、あっちこっちで測ってます。で、予想よりも汚染が広がっていることは事実だし、その汚染地域が農作物の生産地帯だったことも事実です。そして沖縄県がこれまで例年仕入れてきて通常食べていた野菜やエリアが実はとても汚染されているというのも事実です。ただ、国が引きました暫定基準値、さっき竹野さん出したのがでっかいマークですの野菜の暫定基準値500ベクレルだったっけ、だね、セシウム500ベクレル、これだと、このぐらいの汚染だと食物濃縮ってあるんですけど、どれぐらい食物が、ね、生産生物濃縮か生物濃縮で入ってくる量っていうのが、まあ、やっぱり過去に実験した人ほとんどいないので、なかったんですけど、ちょっと見つけました。資料の食の安全を保つためにっていうところにあるこのなんか干し椎茸と米どっちが問題なのか書いてるのがそうなんですけど、どんなものにどれぐらいこう割合で出ていて、で人が毎日食べる量で考えると何ベクレルになっちゃうのみたいなのをすごく丁寧に、係数使って栄養調査集計を元に20年ぐらい作ってたんですけど、震災前ですね、の資料を元に作ってくれた人がいて出したんですけど、キノコ類は、ニュースでも報道されているんですけど、かなり吸い上げるというのが分かってきているそうですが、まあ、表面の栄養を菌糸がどんどん吸い上げるから表面に落ちた放射性物質がどんどん入るんじゃないかという仮説があるらしいですけど、まあ、これも何でしょう、定かではないというか、実証されている、もう確実絶対そうみたいになっているものは実は放射性物質が今まだないそうです。で、人参だったら真ん中に集まるよとか、キャベツだったら外側だよというのがいろいろあちらの方に書いてたと思うんですけど、まだ研究途中なところが正直あります。その中で暫定基準値の高い日本の野菜って、これ500ベクレルってすごい尋常じゃない数値なので、大概この辺のこう結構いいように染まってしまった汚染地図で染まってるエリアでも意外と表面バッと測ったらいかなかったりして出荷されてます。で、それが、農家の方が、なぜ出荷してしまうかというと、沖縄県と全く同じことが関東東北でも起こっていて、検査機械が足りません。なんで抜き取り調査しかできないんですね。で、検査するのに時間もかかるというのを考えたら、100個2個出してかかるみたいな。で、すごく悲しい話なんですけど、本当こっちの花壇大丈夫でもあっちの花壇がダメっていうのが放射性物質です。で、マイクロホットスポットと呼ばれる、部分的に集まってしまうものがあるのを考えると、本当だったら全品調査なんだけど、これ全品調査してると食べ物みんな腐っちゃってダメになっちゃって、何か方法を取らなきゃいけないのは、市民で口にする私たちは懸念して心配するんですが、実際本当に具体的に食の安全を訴えるための仕組みというのを国なり東電ががっつりお金出してやるべきなんです。今でもそれが、東北でも全く間に合っていません。なので東北の方たちは抜き取りした中で安全なものは出します。で、なんかちょっと前に武田邦彦さん、中部大学の教授の先生なんですね、なんだっけ、屋敷高人のそこまで言うのなんか番組で、東北産の野菜を食べていいですかって、僕たち東北の子供は東北の野菜を食べたらどうなりますかって聞いたら、一関市の名前を出して東北の野菜は食べるなと健康に害があるって言っちゃって問題になっちゃいました。で、新聞記事にも報道にもなっていて、武田教授、東北の野菜を危険と言って健康害がありと明言みたいな、でもどちらかといえば武田先生が叩かれたんですけど、あれはなんと武田先生のブログで一関市長さんからのクレームというのがつきまして、失礼だと、安全な野菜もたくさんある一関市のものをなんでそう冒涜するんだというような趣旨でしたが、武田先生からのお返事というのもきちんと、ブログにアップされていて、一関市長の了解でどちらの文章も載ってます。で、武田先生の、書かれたお返事が私は母の目線で言えてるなと思ったんですが、お母さんたちって危険か安全かわからない、しかもそれは毒物ですね、毒物、セシウムの毒性と、生酸カリの毒性を例えられていて、1000分の1だったっけ、忘れちゃった、何百分の1以下の毒性なんですね。セシウムの毒と、
青酸カリの毒ってみんな青酸カリってなんか舐めたら死んじゃうちょっとの量で結構簡単にいけてしまうようなイメージいろんなね番組というかこう推理物とかでもよく出てくるからよく知っている毒物じゃないですか。あのじゃあ武田先生それは書いてなかったんですがその青酸カリをおうちに今回の事故を踏まえ、政府が全国民に青酸カリをなぜか知らないけど治療医とギリギリの量を配りました。それ20ミリシーベルトのことを指すんですけど、その治療医科の青酸カリを各家庭しかも1人1個ずつちっちゃい赤ちゃんにも おじいちゃんにもおばあちゃんにも1人1個ずつ配ってなぜか知らないけど保管しておけと。でこれは致死量以下だから舐めても安全だという指導が入ります。でお母さんそこで暮らしていたらある時赤ちゃんがなんとなく戸棚からその青酸カリの小袋を出してきてペロッと舐めたら絶対に吐き出させて致死量以下だと分かっていても絶対に口に入れることをしない。でこれね、私が初めて新聞に沖縄の新報に載った時に沖縄県の物理の先生だった方がお電話をくださって教えてくれました。青酸カリで例えるとみんな分かるのに放射能って言われると危機感が薄くなると。で僕は物理の学者でね青酸カリの毒性の放射能よりもとても低いんだよ実は。でもみんな青酸カリってペロって舐めたら死んじゃうような気がして赤ちゃんがペロって舐めたらもう必死で止めるだろうって。それと同じことが今日本で起こっててすごく強い毒性のものがまかれているのにまるで何事もないように暮らすような報道とまるで何事もないように暮らすような方向に国が持っていっているのが今の現状だと思うよとおっしゃられていました。でそういったことを私の知識にもあったので武田先生が、下関市長に返したメールにもその趣旨に近いものが書かれていて、青酸カリの毒性ってセシウムよりも何分のいくつなんですけどご存知でしたかと。そういう意味でセシウムは毒だということが伝えたかった。で検査体制が不十分な以上、一関市全部がもちろん汚染されているわけではないし東北全体がダメなわけでもないし長野県だって食べれる野菜があるし果ては福島でも食べれるものがあるかもしれない。でもそれを検査していない以上安全ということができない。であればもう対応ですよね。安全の判断は危険なので危険だと言わざるを得ない状況に今なっているんだという趣旨のことを書かれていました。それで納得されたお返事が一ノ関市長からおっしゃることは分かりました。ただ単純にそういった説明もなく危険だとテレビで発言されてしまうと一ノ関市が非常に傷つくからもうちょっと配慮してほしいということに収まったんですが武田先生のおっしゃってること確かにそうなんですね。私たち沖縄はここまで離れていて食に不安があるということは、本当だったらね長野県何々市の何々町のどこどこで取ったあれはキャベツ、レタスは上ヒデとか三重とかね竜王に並んでいるけれどあそこの村大丈夫なんだよねだって測ってるし知ってるもんって国民全員が思っていたら何にも迷わず買えます。でそういうエリアがゼロかというとゼロじゃないというのも刃物が時間が経ってから吸い上げる量が少ないんじゃないかなという研究結果があったりいろいろあります。農作物全部が NG かといったらそれが今わからない状況です。わからないから怖がっていてそれを分かるようにするためにはどうしたらいいのかって言ったら今検査機器が足りず検査できない状況であるならば、あちらにも貼ってありますが、こんなに広がっているっていう汚染地図あれ静岡までかなりのエリアで黄色に埋まってますがあれがセシウムが飛んだ場所です。であそこのエリアまではいろんな方たちが測定しましたが、静岡県まででした。静岡県までの数値が高いそうです確実に。でそこから静岡を越えたお隣さん愛知から先は土壌も全く比較にならないぐらい線量が下がるそうです。で今当面検査ができない中で、安全なんじゃないかとはっきり言えるのは、静岡までだからや愛知から西これ文章にも書きましたけど愛知から西の作物に関しては安全なんじゃないかと言われています。で、宮崎県のお米でね10メクレ出ちゃったみたいな報道がされているんですけどというのなんでかわからないんです。その今回の福市由来では正直今発表されている数値といろんな市民団体が測った数値を考えると宮崎だけにそれが飛び火する可能性ってすごく低いんですね。なんで宮崎の米から出てるのかはちょっと今調査中です。で九州のお米危ないんじゃないかって私の方にもそのニュース報道を見てご連絡が来てるんで九州実際どうなのかとただ原発とかいろいろありますので何の因果関係でそういった九州の土壌が汚染されてるのかは別途調査が必要でじゃあ単純に
福島がこんなことになったから九州が危ないのねではない方向だと言われてます。それはね、風向きとか調査結果がちゃんとあるので、なので九州はまた別途ちょっと考えるとして、ただ、四国が高知を除いて土壌は、現実です。今もうすでにで九州も、その米で出てしまったという話を除けば、大丈夫です。愛知から西のものに関しては大丈夫だと。でそれが、一応一個の指針にはなるのかな。事故から6ヶ月いろんな人が測ってくれた結果として食べ物の、安全基準の一個の指針にはなるかなと。ただ、ゼロじゃないのも事実です。あと物が、いろんな人の作為的な考えによってあっちゃこっちゃに動くのも事実です。ただ実際本当にこう産地偽装、まあ、明らかにバレバレにバレてるスーパーとかデパートとかありますけど、そういったものが今後こんな皆さんが心配されている世の中で行われたら、もう本当にみんな正々堂々と消費者センターなくなっちゃうんだっけ。消費者庁なくなっちゃってね、なくなるらしいよ。なんだけど、スーパー、小売店、店長さん、本社、もうどこでもいいです。もう皆さんこの状況でこれだけ気をつけて暮らしていて、これだけ心配しているのに、そんな消費者をバカにするようなこと、千葉のものをね、熊本って書いてあるレッチャウ、それ当たり前ですよ、みんな心配してるんだから。それをやるような小売店には行かない上に、文句は確実に伝えていきましょう。でも失礼です、消費者をバカにしてます。お金をもらうためにそんなことしちゃいけない。でそれはもうどこの県でもどこで暮らしていても必ずやっていくべきことで、それが実は私たちみたいなお母さん、子供を育てる母親ができる最強の武器です。不買活動と声を上げること、それがとても実はお店は怖いです。噂が広まってなんだか衰退していくことが絶対に嫌です。だから皆さんそれを見かけたら黙ってないで、私の見間違いかしらとか思わないで、こんなの見ちゃったっていうのは実際見たならね、見たらっていうことはもうお客様なんちゃら投書箱にもバンバン書くべきだし、声を上げていきましょう。で実際それが行われてしまうという背景があるのも今回の悲惨な大きな事故の結果でもあります。九州産ではないものが九州産と売られているのを見たときは私の方にも電話をください。私こんな性格してるんでがっつり怒りますし、農水部にも告げ口しちゃうし、どんなとこ言っちゃいます。でもう県内のみんなの声で、県内で何が安全なのかっていうのを守っていかなくちゃいけないと思ってます。で県の食べ物に関しては、そういった形で県民の皆さんがね、こう意識高くやっていくんであれば、やはり沖縄県で2000キロという距離が手伝ってくれて、安全で過ごしていくには、まだまだ日本で唯一取り残されていると言ってあれですけど、唯一の本当に楽園です。沖縄大学の加藤学長が、子供が未来を読める、子供が未来を見れる島にしたいって。今、福島の子供たち、長生きできるのかしらと、結婚できるのかしらと、大人になれるのかしらみたいな、そういうことを考えてます。そんな福島の子たちも沖縄に来たら安全に食べ物が食べれて、将来を夢見ることができる。事故からまだ半年なので、早い段階で本当にあそこで国のおかしな政策に振り回されている子どもたちを沖縄に救ってきてあげることによって、被爆の危機から救うことも沖縄県は実はできます。でそういった動きをどう捉えていくのかというのは、県民の皆さんの意見もたくさん集めていかなくちゃいけないし、みんなの危険意識と、あと放射能に対しての知識をつけていってほしいなとは思ってます。で幸い沖縄県には本当に内部被爆と放射能にもう文献の深い琉球大学の山崎先生がおられたりします。山崎先生本当全国に引っ張りだこで世界にまで引っ張られてすごい大変ですけど、山崎先生なんかももう本当に県民の皆さんと一緒に勉強会やっていきたいという声も出ておりますので、今後そういった活動も皆さんと一緒にできたらいいなというのが私の本当に願いです。